おはようございます。ジャン君、ポンちゃん、のどかな朝を迎えておるはずですが、ジャン君、ちょっかい、ジャン君、あ、これちょっとキーボードが危ない。はい、マイウス。ちょっとだけこれをやらないと朝気が済まないんだね。はい、ポンちゃん。さあ、日差しも入ってるし気持ちいいね。はい、ジャン君。ジャン君の、まあ、病院食というかですね、この病気になってから、一種類のご飯しか食べていません。もう、大晦日からなので、今日2月1日です。丸 1ヶ月、この食事のみになっています。微妙に改善しているかのようには思えますが、エコーでですね、石があることは、まあ、もう、消しようのないことというか、今消そうとして頑張っているわけですが、これを一体どうしていくのかですね。自然に溶けて消えていくのであれば、それに越したことはないんですけれども、そうでなかった時のことを考えながら今頑張っているところです。ジャン君、はい、ジャン君、さあ、今日も一日始まりまーす。ジャン君、ポンちゃん、なんかさっき下から見えたってよ、ジャン君。見えたよ。遠赤外線ヒーターの前でぐったりしているジャン君。ぐったりじゃないよね。なんか満足げだね。あったかいんだ。ジャン君。はい。石を溶かします。溶けろ。尻尾振るって、ふりふり。溶けろ。溶けたかな？受けたかな。これを探しているのかな。そこでいいの。そこちょっと窮屈じゃない。